皆様、新年明けましておめでとうございます。横須賀市議会議長の板橋守です。昨年来の新型コロナウイルスの感染の急拡大に伴い、毎年恒例の横須賀市新年合宿交換会が急遽中止となりました。そこで今年はビデオメッセージを通し、市民の皆様に新年のご挨拶を申し上げます。皆様におかれましては、コロナ禍という異例尽くしの新年となりましたが、ご家族とともに令和3年の新春を心穏やかにお迎えになられたことと、心よりお喜びを申し上げます。9年中は私ども議会に対しまして、深いご理解と温かいご支援を賜り、心より御礼を申し上げます。さて、昨年は何といっても新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの生活は一変しました。3密を避けることが最大の感染予防対策との観点から、市内の各種イベントや行事は軒並み中止もしくは延期を余儀なくされ、町内会、自治会活動をはじめ地域経済にも依然として大きな影響を及ぼしています。未曾有の国難とも言うべき今回の事態を踏まえ、私たち横須賀市議会では昨年の5月に新型コロナウイルス感染症対策検討協議会をいち早く立ち上げ、市民の皆様から寄せられたさまざまな不安やご意見、ご要望を議会全体で共有するとともに、市の業務に支障が生じないよう最大限に配慮しながら、関係部局との意見交換や情報共有を積極的に行ってまいりました。特に最も影響が深刻な医療関係者をはじめ、福祉介護、保育、そして経済団体の皆様から直接ご意見を伺うなど、現場の切実な声を行政へお届けするとともに、これまで実施した対策についてもその都度効果検証を行うなど、さらなる感染拡大に備え17項目にわたる提言を上地市長に提出したところであります。今後も刻一刻と変化する状況に適時適切に対応するため、感染状況を注視しつつ万全の体制で取り組んでまいります。さて、人類の歴史は感染症との戦いの歴史とも言われています。感染症を克服するたびに人類は進化を遂げ、新しい文化や価値観を創造し、さらには人々の暮らしや生き方も新しい方向へと変化してきました。コロナ禍で世の中が大きく変わろうとしているこの時に、私たち議会も変わっていかねばなりません。時代とともに変化する市民ニーズを的確に把握し、地域の課題を掘り下げ、その課題解決のために有効な対策を提案する政策提案型の議会へと変わることが、今後の議会のあるべき姿と考えます。すでに横須賀市議会では議会改革の第2ステージと銘打ち、平成28年度から政策提案型の議会を目指したさまざまな取り組みを行っています。特に議員任期の4年間に議会全体で取り組むべき政策課題や議会改革について計画的に進めるための実行計画として、今期初めて横須賀市議会未来への羅針盤2023を策定しました。政策立案の面では、人生100年時代を見据え、生涯にわたる健康を維持するためには歯と口腔ケアが有効との観点から、オーラルケアに着目した横須賀市歯及び口腔の健康づくり推進条例を昨年の6月に議会発議で制定、現在は犯罪被害者やその関係者等に対する支援条例の策定に向けて鋭意検討を進めています。今後も子どもと人権擁護に関わる問題や地域の公共交通の在り方など、横須賀ならではの地域課題にスポットを当て、その課題解決のための政策提案を精力的に行ってまいります。また議会改革の面では、市民アンケートを議会として初めて実施し、
市民の議会に対する認識を客観的に把握するとともに、議会報告会の在り方や議員定数の見直しについても今後多面的に検討してまいります。今後もこの実行計画をもとに政策提案や議会改革を積極的に進めることにより、市民に開かれ信頼される議会を目指し、不断の努力を重ねてまいります。議会改革を進める上でもう一つ重要な点は、私たちの議会活動をサポートしてくれる議会事務局の機能強化です。そこで本年4月から議会事務局の組織改編を行い、名称も事務局を議会局と改め、これまで以上にサポート体制の充実強化を図り、名実ともに新たなスタートを切ってまいります。本年も皆様のより一層のご支援とご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。結びに、新型コロナウイルスが一日も早く収束し、本年が皆様にとりまして希望あふれる健やかな一年となりますよう心からご祈念を申し上げ、私の年頭の挨拶とさせていただきます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。